婚姻届に判を押しただけですが、第3話。桃瀬の不毛な恋の相手が美晴だと、桃瀬の口から直接聞き、おせっかい心に火がついた秋葉でしたが、桃瀬にとって、そのおせっかいは嬉しくないことで、心のシャッターを下ろされてしまい、ギスギスとした状況が続いてしまいましたね。でも最後には、桃瀬が歩み寄り、友情のハグができるほど、心の距離を縮めることができましたが、秋葉の中には、友情以上の感情が芽生えたようで、面白くなってきました。次回はどうやら、桃瀬のデレが炸裂するようで、秋葉と友情のハグをしたことで、初めての女友達ができたと喜び、秋葉に懐きまくるとか。食事は各自だったり、お互いの食器は使わないだったり、桃瀬自身が決めたルールを無視してまで、友達だから、とルンルンで秋葉に接してくるようで、どんな感じなのか想像もつかず、ワクワクしますね。しかも、二人で日帰り旅行に行きませんか?と桃瀬が誘っていて、桃瀬のお膝で秋葉が寝ていたり、極上スマイルを秋葉に向けていたりと、ラブハプニングも満載みたいで、今から心臓が持つのか、嬉しい不安でいっぱいです。でも、恋心を抱き始めている秋葉は、当然、複雑な心情のようで、桃瀬が心を開いてくれて嬉しい反面、絶対にバレてはいけない戦いが始まってしまうみたいで、ドキドキの日帰り旅行には、なぜか美晴と朝日が現れてしまうようですし、秋葉の切なさが見え隠れしそうです。予告映像では、ユイトが桃瀬に、あんたにアッキーはもったいない、とマウントを取っていたりして、資格関係がついに始まった、という感じで楽しみですね。今回も、秋葉の暴走は激しかったですが、なんで桃瀬に恋心を抱くようになったのかは、少し謎だなぁと感じてしまいました。秋葉的には、桃瀬が美晴のことを好きなんだったら、と、二人が一緒にいられるように気を使ったのに、外野だからとあんなにがっつり拒絶されたら、じゃああとは勝手にどうぞ、と放っておけばいいのになぁと思ってしまいました。確かに桃瀬は、ここぞという時に助けてくれたり、自分のデザインを褒めてくれたりと、最後は出れてくれますが、そこ以外の塩対応のパンチが効いているので、まさかこんなに早い段階で恋のフラグは立ってしまったって、秋葉自身からそうなるとは意外でしたね。兄嫁との三角関係という設定だけで妄想が止まらなくなってしまうくらいな秋葉なので、結婚してるんだし、とか、夫婦役の相手なんだから、とか、意外とこの設定に感情が持っていかれてるだけなのでは?とも感じてしまいました。とはいえ、覚悟を持って婚姻届に判を押した相手なので、気になってしまう気持ちもわかりますし、不毛の恋をしてるなんて、という同情心から、せっかく一緒にいるんだから、なんとかしてあげたい、という気持ちになるのもわかります。それに、最終的に、自分のはちゃめちゃなところを、桃瀬が認めてくれて、確かにキュンとしてしまいますよね。最後、桃瀬がテラスで乾杯してくれてるだけでも意外な展開でしたが、あの雰囲気で、遠慮ない言葉、好きですよ、僕は、って言ってくれたのには、ドキュンと来すぎて、画面越しに見てるだけなのに、思わず照れてしまいました。美晴とは接し方が違うかもしれませんが、自分のことをうまく引き出せない桃瀬には、秋葉くらいガッツガッツ踏み込んでくれる人がお似合いなのかなぁとも感じずにはいられませんでしたね。それにしても、美晴の天然のあざとさは本当に罪深いものがあります。自分の結婚を喜んで飲みすぎてるのも可愛すぎますし、頭ポンポンどころか頭くしゃくしゃは片思いしてる身からしたら、ときめき死にしてしまう犯罪でしたし、二人きりの時に、旦那さんがいると、こういう時助かるよねって。
こじらせてる百瀬じゃなくても、この子自分のこと好きなのかなってどぎまぎしてしまいますよね。そんな美春が初彼でもあった旦那朝日と結婚するまでにいろいろあったとのことで、そこに百瀬が絡んでいるのかめちゃめちゃ気になります。秋葉といい感じになった頃に、実はあの頃柊君のことちょっと気になってたんだよ、的な爆弾を落とさないでくれよと今から願ってしまいます。あとちょこちょこ出てくる間宮がシュールすぎてかなりツボで、彼女は今のところ秋葉の心を導いてくれる変なエンジェルみたいになっていますが、これからもそのままでいて変な暴走をしなければいいなぁと切に願いますし、次はどこに現れてくるのか密かな楽しみです。百瀬とは真反対の可愛い系オープンマインドゆいともぐいぐい攻めてきて、いきなりアッキーと呼んでいたり、偽装結婚のことを秋葉にぶっ込んだり、急にハグしたり、かき乱しポジションとしてさすがでしたね。独身貴族が多い職場にあんな可愛い男子が来たら、そりゃ色めき立つのも共感ですし、あんなに可愛く教えてお願いねなんて言われたらデレデレが止まりませんし、何でも教えたくなっちゃいますよね。しかし秋葉にはそういう攻撃は全然響かないようで、お願い上手で羨ましいとかなり客観的に捉えてて、秋葉を振り向かせるのも一筋縄じゃいかないなぁと感じました。ゆいとがなんで秋葉に好意を抱いているのかも少し謎で、秋葉が忘れてるだけで、あの公園で出会う前にも何かあったのかなぁと妄想してしまいます。秋葉のおばあちゃんが言った相手のこと何でも分かってたら結婚できないという言葉はすごくしっくりきましたし、美春が言ったよかったなぁって思うことを少しずつ増やしていくことというのも夫婦生活で大切なことだなぁと感じました。美春を思い続けるための偽装結婚ですが、百瀬はいろんな人からの意見を聞いて自分なりに夫婦という関係を考えてくれているように思いますが、今後はその優しさが秋葉の心を傷つけることがあるのかもと思うと、勝手に胸が締め付けられますね。百瀬にとって自分の幸せは美春を思うことと美春が幸せでいることなので、秋葉はそこはもっと理解してあげてほしいなぁと思いましたが、あんなに自分の幸せについて熱くぶつかってきてくれる他人っていないと思うので、秋葉と出会ったことで百瀬の幸せの価値観が少し広がったんじゃないかなぁと思います。徐々にお互いの理解が深まってきましたが、借金返済できた時二人は本当に離れる結末になるのか、それとも本当の夫婦になるのか、これからの展開がますます見逃せません。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。